こんにちは、はレトスでノノです。す勉強は続けられていますでしょうか今の時期ですとえ最低でも毎日1時間半ぐらいは勉強していただきたいですもしできていないのであればこのことを考えてください勉強ができていない障害は何なのかということですね例えば テレビを見てしまう、眠たくなってしまうスマホゲームをしてしまうネットサーフィンをしてしまう忙しいことを理由にしてしまうなどなど、えー、いろいろあります、まあ、仕事と育児これは最優先事項だと思いますしかしその次ぐらいに勉強これを持ってきてほしいんですねそうしないとなかなか勉強時間って作ることできないんですよ これまで合格していった事故者さんは、これらの障害を克服していただいております。テレビを見ないためにどうすればいいのか。眠くなる場合どう対処すべきか。スマホゲームをやらないためにどうすべきか。ネットサーフィンをしないためにどうすべきか。こういったことを考えて実践していくことが必要です。勉強法とは関係ないかもしれないんですが、これができないと勉強時間が確保できず合格できません。実際個別指導の事故者様も、 これらの障害を持っったた方がほとんんどだったんですねなのでどうやってこれらの障害を取り除いて勉強時間を作っていくかをアドバイスしながら実践してもらっていますこれを早い段階で習慣化して勉強時間を作ってもらっています勉強法も重要ですが同様に勉強時間を作ることも重要なのでぜひ行ってみましょうでは3問に入ります法定教養部分は 区分所有者全員の共有の登記を行わなければ第三者に対抗することができない丸か罰かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれツですねえそもそも法定共用部分ってどんな部分か理解できていますでしょうか例えばエレベーターとかエントランスとかえ階段とかですね これらは法廷共用部分って呼ばれるものなんですけども、登記しないんですね。まあ登記しないっていうか、登記できないんですよ。つまり、もう登記しなかったとしても、これはもう第三者に対抗することがもうできるんですね。一方、法廷共用部分と対比する言葉として、規約共用部分っていうのがあります。で規約共用部分っていうのは、会議室とかですね。もともと会議室って部屋じゃないですか。部屋なので、占有部分なんですが、それを規約によって、 共用部分に変更することができるんですね。つまり専有部分だけれども会議室にして、え共用部分にすると。それが規約共用部分って言うんですけども、これについては登記をしないと対抗できませんので、え注意してください。で続いて問いに入っていくんですけども、えその前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。でチャンネル登録の隣にベルのボタンあります。でこれはえ押していただくと、私が、 新しい動画を公開したら、自動で通知が来るような設定なんですね。なので、新しい動画をアップした時に、新しい情報を見たいという方は、こちらのベルのボタンですね。チャンネル登録の隣のベルのボタンもクリックしていただければと思います。で、問い2ですね。宅券業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されていれば、宅券業者の免許は取り消されることはない。丸かツかという問題です。え答え、ツですね。 まず、代表取締役も役員に該当します。そして役員が懲役刑に処せられれば、役員、代表取締役は結核になりますね。で、これ執行猶予がついていても同じなんですよ。執行猶予がついていても役員が結核になると。ということは、宅建業者も結核になって免許は取り消されるということですね。よって問題文で宅建業者の免許は取り消されることはないっていうのは誤りになるということです。 ただですね、その後執行猶予期間が満了したら、まあ、すぐにでも免許を受けることができるんで、この点は注意しておきましょう。で、執行猶予って何かわかりますでしょうか、まあ、簡単に言えば、いきなり刑務所に入るんじゃなくて、一定期間は目をつむって、その期間何も悪いことしなければ、まあ、長期刑なかったことになるというようなことです。で、まあ、執行猶予と対比されるのがですね、実刑という言葉ですね。いきなり刑務所に入れられると。 いうのが実験になりますで。個別指導の受講者様は専用メルマガでこの問題の考え方ですね、これをお伝えいたしますので、専用のメルマガからご確認いただければと思いますで。3ですね、開発許可の問題です。市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築のように供する目的で行われる3000平米の開発行為を行う場合、開発許可が必要である、丸かツかという問題ですね。 でえ、答えはツです。駅舎、鉄道、え図書館え、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建設のための開発行為は、例外として開発許可不要なんですね。なので今回図書館なので、開発許可不要の例外にあたって誤りとなります。つまり開発許可いらないということなんですね。で、一方なんですけども、 医療施設とか社会福祉施設、まあ老人ホームとかですね。あと学校、小学校、中学校とかですね。あと庁舎のための開発行為っていうのは例外ではないんですね。なのでこの部分は対比して覚えておきましょう。で、何を注意するかについてはちょっと長くなるので、個別指導でお伝えいたします。このやっぱ注意点知らないと引っ掛け問題引っ掛か,かる方って意外と多いんですね。で、これってやっぱり理解をしてないからなんですよ。 なので、ちゃんと理解すべきところを理解するってことを、えー、行っていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日の動画を楽しみにしていてください。レトスのオノでした。